どこに行こうかな。ソフィー、聞いてもよろしいですか？どうしたの、プラフトン。はい、人形の私について聞いておきたいのですが、あれは一体どういうことなんですか？どうして私は人間の体を捨てて人形の体に魂を入れるような事態になったのか教えてください。それは…ごめん、それは私の口からは言えないよ。理由を聞いてもいいですよね？プラフタが人形の体になった理由を話すには、過去に何があったのかも話す必要があるの。けどプラフタにとってすごく大切なことだから、気軽に話しちゃいけないかもって思って。ごめんねプラフタ、意地悪みたいな感じになっちゃって。いえ、謝る必要はありません。ソフィーの言う通りです。とても興味深い話だったため、つい夢中になり、その点をおろそかにしてしまうところでした。夢中になるとつい周りが見えなくなってしまう、私の悪いところですね。こういう真面目なところもプラフタなのかもって感じるところなんだよな。どれにしようかな。どれを入れよう。うんうん、なるほど。まずはあれから、いや、それとも…うんうん、なるほど。とりあえず入れてみる？すごいのできちゃうかも。ここにしよう。いいこと起こりそうな予感。力を合わせましょう、ソフィー。おお、さすがだね。ここにしよう。そうなるんだ。うん、いい感じ。すごいのできちゃうかも。悪くないかも。すごいのできちゃうかも。まずはあれから…いや、それとも…まずはあれから…いや、それとも…まずはあれから…いや、それとも…よし、始めよう。まずはあれから…いや、それとも…うんうん、なるほど。ど。よし、始めよう。悪くないかも。いいこと起こりそうな予感。いい感じ。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。俺様に任せとけ。おお、そうくるんだ。うん、いい感じ。ここにしよう。これはここ。ここにしよう。そうなるんだ。これはここ。これはここ。いいこと起こりそうな予感。どの特性こんな感じ。一気に仕上げるよ。これで完成。いいんじゃないこれ。レベルアップ。これで完成。すごいのできちゃった。これで完成。できた。これで完成。すごいのできちゃった。レベルアップ。完成です。素晴らしい道具ができました。また腕が上がりました。調合終了。完成です。レベルアップです。完成です。素晴らしい道具ができました。調合終了。レベルアップです。どの道具にしましょうか。何を作っちゃおう。何を作っちゃおう。材料はっとどれにしようかな。まずはあれから、いや、それともやってみよう。これはここ。悪くないかも。ここにしよう。ここにしよう。これはここ。どの特性にしよう。まずはあれから、いや、それともここにしよう。すごいのできちゃうかも。悪くないかも。うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。とりあえず入れてみる？うん、いい感じ。うん、いい感じ。悪くないかも。悪くないかも。いいこと起こりそうな予感。のできちゃうかも。いいこと起こりそうな予感。まずはあれから、いやそれともよし始めよう。悪くないかも。うん、いい感じ。すごいのできちゃうかも。さてどう料理しようかな。うんうん、なるほど、ここにしよう。いいこと起こりそうな予感。力を貸そう。ありですね。力を貸そう。ありですね。さてどう料理しようかな。悪くないかも。いいこと起こりそうな予感。うん、いい感じ。行くわよソフィー。うわーすごい。これはここ。そうなるんだ。行くわよソフィー。おーすごい。これくらいにしとこうかな。これでパパッと仕上げちゃう。できた。どれにしようかな。へへ、どこに行くんだ。よーし行こう。そうか、こいつが元騎士だってことを知らなかったのか。ま、いちいち言うことでもねえだろうけどな。大昔の話だからな。な昔じゃねえだろうが、こっちに来たのだって俺様より後のくせによ。オリアスさんの方がこっちでの時間長いんだ。ああ、こいつが来た頃にはもう俺様は超大人気の超用心棒だったんだがな。俺様レベルに頼れる用心棒が他にいなくて、依頼が集中しまくって過労死寸前だったんだ。超用心棒って何？聞いたことはない。いつ転職したんだ？気にしねえで流せ。とにかくそんな時に元騎士のディーボルトが来てくれたから用心棒に誘ったんだ。おかげで俺様への依頼も落ち着いたし、マジでありがたかったぜ。いや、右も左もわからない私に職を紹介してくれて、私の方こそ本当に助かった。あの時のことは今でも忘れない。うん、思い出したら感謝の気持ちが溢れてきた。恩人である以上、やはり敬意を払わねばならない。オリアスさん、もしくは先輩と呼ばせてもらえないか。ああ、最初に言っただろ、そういうのいらねえから。マジやめろ。なんかこうむずがゆくなるんだよ。呼び捨てでいい。むしろそれ以外は許さねえ。ふむ、先輩がそう言うのなら。だからやめろって。ったく堅苦しいやつだな。二人とも仲良しなんだな。どこに向かう？護衛は任せてくれ。よーし、行こう。アレット、取りすぎはダメですよ。私が売る分は必要な分に入れていいんだよね。綺麗な石は大体原石。ごめん、さすがにそれは言い過ぎかも。うん、なかなか硬いな。武器や防具に加工できない。これこれ。お、これって素材だよな。ソフィー、プラフタのこと本当にごめんなさい。もういいよ、怒ってないから。今はプラフタの魂を探す方法を考えよう。しかし魂とは探して見つかるものなのか、目に見えるものとも思えぬのだが。うん、もちろん手で触ることもできないしね。見えないし触れないってそんなのどうやって見つけりゃいいんだよ。魂は確かに見えも触れもしないんだけど、声が聞こえることがあるの。その魂の持ち主と親しい人が近づくと、その魂の声に気づくことができるかも。声か。待って、どこかで聞いたような。うん、私声聞いたよ。あの水の遺跡みたいな場所に行った時、プラフタの声を聞いたの。そういえばあれは気のせいじゃなかったのか。プラフタの声を聞き間違えるはずないよ。あれは絶対にプラフタの声だった。どう思う？エル、あそこに魂はいると思う？あそこはあなたたちの住むロイテールとは少しだけずれた次元にある場所なの。どうしてあんなところに。少し調べる時間をもらえない？分かったよ。何か分かったらすぐに教えてね。約束するよ。もう隠し事はしないから。じゃあエルが調べ終わるまで町に戻って待ってましょう。ごめんなさい。これこれ。やったー、原石だ。磨けば高く売れるかも。この木って元の世界にもあったんだな。いずれ帰ったら探してみるか。おっ、ねえねえ、どこ行くどこ行く。よーし。はあ、ソフィー、気持ちはわかるけど、そんな心配してたら気が休まりませんよ。難しいと思うけど、少し気の紛れることでもしたらどうですか？気の紛れること？そうですね。例えば、私と錬金術勝負をするとか、お互い作ったものを確認し合い、品質の高い方が勝ち。シンプルで分かりやすいでしょ？勝負って今はそういう気分じゃ。あのプラフタがもし私だったらこう言いますよ。勝負から逃げ出す錬金術師は三流だと。そんなこと言うかな。では私の不正症ですね。あのプラフタが目覚めた時にソフィーとの勝負で私が勝ったと伝えたらどうなるでしょうかね。それはちょっと怖いかも。わかったよ。その勝負受けるよ。その言葉を待っていました。ではピュアウォーターの品質で勝負するとしましょう。手を抜くことは許しません。真剣勝負ですよ、ソフィー。もちろんだよ。やるからには負けないよ。見とれる？見とれちゃってる？いかがかしら。さあ、どこに行くの？どれにしようかな。どれにしようかな。何を作っちゃおう。どこに向かいますか？出発です。いらっしゃい。何を買う？決まりは毎度どうも。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 また来てね。暗くなってきた。どれが欲しい？これでありがとよ。これでありがとよ。これでありがとよ。おう。いらっしゃいませ。どれにします？これありがとうございます。ありがとうございます。また来てください。暗くなっちゃったね。でもうちはまだまだ営業中。どれが欲しいの？これ毎度あり。これ毎度あり。これ毎度あり。また来てね。どこに行こうかな。まあ無理だろうね。そんな話があれば真っ先に僕が飛びついてるし。だよね。そう簡単に儲け話が転がってるほど世の中甘くないってことだね。仕事の話じゃないっぽいかも。あれ、いらっしゃいソフィーさん。何か入りようかな。近くに来たから寄ってみただけ。またお金の話してるの？当然だって商売人だし。そうだ。ねえねえソフィーさん、そろそろまた失敗作が溜まってる頃だったりしない？そんなしょっちゅう失敗しないよ。そっか。だとするとしばらくはコツコツと普通に商売するしかないかな。っていうかさ、失敗作じゃなくて成功作を売った方が絶対高く売れるんじゃない？そりゃそうだけど、失敗作じゃないと仕入れるのにお金かかっちゃうでしょ。まあさすがにタダでは渡せないよ。私も錬金術がお仕事なんだし。じゃあさ、オレットも錬金術を教わるってのは？それなら自分で好きなだけ商品開発できるし。それだー！その手があった。私が錬金術師になれば自分で作った商品を好きなだけ売ることができるんだ。そうそう、失敗作は僕が引き取って売れるから、お互いにいいことずくめだし。それピリカさんだけ何もしてないような。時は金なり、善は急げ。早速行動を始めなきゃね。だね。ソフィーさん、師匠、どうか私を弟子にしてください。弟子なんてとんでもない。私だってまだプラフトに教わってる身なのに。そんなこと言わないで。ね、お願いします。わかったよ。今度アトリエに来た時にちょっとだけ教えてあげるよ。やったー！ありがとうソフィーさん。私超頑張っちゃうから。ちゃんと教えられるかな。よく来たね。50。どれが欲しいの？これありがとう。これありがとう。増やしたいもの。始めるよ。はい、終わったよ。これを、じゃあ始めるよ。はい、終わったよ。複製開始。はい、終わったよ。どこに行くんだ？出発。どんな依頼があるか報告しちゃっていいかな？よしソフィーちゃん、よしソフィーちゃん、よしこれならすぐ報告できそう。よしこれならすぐ報告できそう。あ、ちょうど持ってよし、これならすぐ報告できそう。どこに向かいますか？よし。それにしてもまさかエルヴィーラ様があんな子供だとは思わなかったな。見た目はそうかもしれないけど、ここにいる誰よりも年上なのよ。分かってるけど、それでもやっぱりさ、もっと大人かと思ってたし。俺様としては性格以外は予想通りって感じだったな。最初に話した時の声や喋り方の感じがどことなく子供っぽく思った。私はそもそも外見があったことに驚いている。肉体のようなものがない可能性もあったのでな。随分と神秘的な存在と思ってたんだな。神が人間と同じ見た目をしているとは限らんからな。それがまさかあのような少女だったとは。だからあんたらより年上だってば。ブラフトはどう思ってたの？私は特にどうも思っていませんでしたね。ここへ誘われた際に姿を見せなかったので、見せたくないのだろうと思い、想像するだけ無駄と思ってました。お前冷めすぎだろ。まあたとえ考えたとしても、あんな姿だとは夢にも思わなかったでしょうね。まあそりゃそうだな。けどちょっと安心したよ。怖い感じの見た目じゃなくて。そうね、怖がらないでくれたらきっとエルも喜ぶと思うわ。何を作っちゃおう。何を作っちゃおう。材料はっと。よーし、強くなっちゃうよ。まだ頑張れるよ。新しい力だね。自分と向き合う時ですね。強くなっちゃうわよ。はいはい、私よし、やってやるぜ。私はまだ強くなれる。どれにしようかな。材料はまずはあれから、いや、それともまずはあれから、いや、それともうんうん、なるほど。始めよう。悪くないかも。これはここ、ここにしよう。悪くないかも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 。これはここ。どの特性にしよう。これでいいかな。一気に仕上げるよ。これで完成。レベルアップ。作れるものが増えたみたい。新たなレシピを習得しました。うん、こんな感じかな。クラフター確認してみて。それじゃあ今度はクラフターが作ったものを。いえ、その必要はありません。一目でわかるほどに品質の違いが明らかです。私の完敗です。まさかここまで差があるとは。そうかな。クラフトのも十分よくできてると思うけど、それに私の方が未来から来てるならその差なんじゃないかな。仮にそうだとしても、私には技術以外にまだ足りないものがあるような、そんな気がするんです。技術以外にか。クラフトはさ、錬金術で何をしたいの？前までは村を救おうと思ってました。私の故郷は干ばつに襲われて苦しんでいたので、だから錬金術を学ぼうと思ったんです。今もそう思ってる？いえ、故郷の問題は解決しましたので、今は友人と一緒に錬金術の研究に集中しています。研究を続ければやがてもっといろいろなことを知り、たくさんのものを調合できるようになりますからね。けどそれを作ってやりたいことは考えたことなかったです。きっと見つかると思うよ。今の話を聞いて確信した。やっぱりあなたは昔のプラフタだよ。干ばつに襲われた村を救った話、前にプラフタから聞いたことあるし、間違いないよ。ではエルヴィーラのところにいたのは本当に未来の私？うん、そっか、本当に若い頃のプラフタだったんだ。今のプラフタからは想像できないけど、昔はこんな悩みを持ってたんだな。何を笑ってるんですか？変なこと考えてるでしょ。考えてないよ。二人とも朗報よ。エルの方で進展があったみたい。ラミゼルさん、本当？ええ、すぐにあの子のところに行きましょう。どこに行こうかな。さあ、出かける。素材集めってワクワクするのよね。うん。これでいいのか？エルヴィーラ、プラフタのことで進展があったって聞いたんだけど、本当？ソフィーがプラフタの声を聞いた場所だけど、そこにヒントがあったの。プラフタの魂は夢の核に引き寄せられてあの場所にいたんだと思う。夢の核？それってどういうものなの？なんて言えばいいのかな。簡単に言うなら第一の心臓にあたるものよ。そんなところにどうしてプラフタの魂が？夢の核は人間のみんながこっちで生きられるように私が作ったものなの。あれはみんなが寝ている時に見る夢、無限を元にしながら世界を作り続けてる。だから夢の核には無限みたいに形のないものが引き寄せられやすいのよ。そうだったんだ。ってことはまたあの水流と戦うってことか。やれやれ、ちょいと骨が折れるな。大丈夫よ。あの水流は夢の核を守るための私の眷属だから、あなたたちを襲わないように指示を出しておいたわ。はは、そいつはありがてえぜ。ですが問題は魂がそこにいたとしても捕獲する手段がないということですね。そうだね。せめて玉結の石でもあれば魂を捕まえる道具を作れるんだけど。玉結の石か。そういうことなら私とピリカさんが力になれるかも。なるほど。アレットとピリカなら一つくらいは見つけるかもしれんな。けどよ、こっちにあんのかよ。わかんないけどピリカさんにも相談してみたいから、一度お店に行ってみようよ。そうだね。少しでも可能性があるならそうしよう。に向かいますか？出発ですね。お、どうしたのアレット、そんな元気に飛び込んできて。あのね、実は聞きたいことがあって。玉結の石ね、その名前は聞いたことないけど、どんな石なの？どんなって見た目は普通の石だけど形が綺麗なまん丸をしてるんだ。綺麗なまん丸の石、もしかしてあれかな？え、もしかしてあるの？特徴に合う石はあったと思う。探してくるからちょっと待っててね。ああ、私全然役に立てなかったな。ううん、アレットちゃんが言ってくれたからこんなに早く見つかるかもしれないんだよ。それに本当なら私、プラフタの魂を探す道具はちゃんと持ってたんだ。カクリオの羅針盤っていうのなんだけど、この世界に来る時に落っことしちゃって、まあなくなっちゃったのは仕方ないけど、こういう事態になるとちょっと悔やまれるな。私としてはすっごい珍しい道具をなくしたのに、その程度で済んでる方が気になるよ。お待たせ。探してるその石ってこれのこと？すごい、これ本当に玉結の石だ。よかった、これで合ってたんだね。これはアレットと出会うよりも前に偶然手に入れたものなんだ。持ち込んできた人がすごく珍しいものだっていうから買い取りはしたんだけど、まあ売れないよね。石にしか見えないもんね。でもソフィーさんにはこれが必要なんだよね。うん、プラフタを助けるためにどうしても必要なの。そっか、それならこれあげるよ。早くプラフタさんを助けてあげて。え、でもずっと置きっぱなしの石ころだったしね。在庫処分ってことで気にしないで。ピリカさん、ありがとう。これを使って絶対にプラフタを助けるね。思いついたかも。へへ、どこに行くんだ？さあ、行くとします。そうだそうだ、うっかりしてたわ。ソフィーちゃん、教えてほしいことがあるんだけど。ソフィーちゃんが暮らしてる時代ってどんな感じのところなの？え？私の住んでる時代ですか？そうそう、どんな国があって、どんな事件や災害があって、どんなことが流行ってるのかとか、もう何でもいいからとにかく教えてほしいの。あ、言っとくけど結構時間かかるわよ。うんうん、なるほどね。ありがとうソフィーちゃん、いろいろ聞けて本当に助かったわ。長い時間拘束しちゃってごめんなさいね。私もまさかここまで長い時間質問されると思いませんでした。おかげで抜けていた歴史の空白が3つくらい埋まりそうだわ。どうしてこんな質問したんですか？それに歴史の空白ってどういうことですか？いろんな時代の人たちが集まるから、その時代の話をできる限り聞いてまとめて歴史の資料を作ってるのよ。え？でもどうして？私の趣味をこういう情報をまとめるの好きなのよね。なるほど、だからカティさんいつもと違って生き生きしてるんですね。ああ、そのいつもっていうのはもしかしてここでぐうたらしてる私のことかな。はい、いやそんな強く肯定しなくても、まあいいわ。お店終わったらゆっくりと今の話をまとめないと今夜は楽しくなりそうね。どの依頼を受けようかな。どこに向かう？護衛は任せてくれ。ほら、森の中は上からも下からも何が出るかわからないわよ。気をつけて進みましょう。あらら、私なら弱点をつけそうです。いや、援護させてください。せーの、これで終わり。やっと。気をつけな。これでいいのか。てやん、ザクッと。てやん、なんだこいつらか。私なら弱点をつけそうです。ソフィー、一緒に行きましょう。いっけー、くらって。なかったですね。みっけ。店に売ってる糸と採取で取れる糸って全然別物なのよね。てや、これなら楽勝だね。私なら弱点をつけそうです。もう一度演奏させてください。さあ、行くわよ。お仕置きよ。ま、こんなもんかしら。てや、これなら楽勝だね。私なら弱点をつけそうです。援護させてください。突っ込むよ。どうだ。さあ、突っ込むわよ。ほらほら。こんなもんかしら。なんだこいつらか。私なら弱点をつけそうです。援護させてください。さあ、突っ込むわよ。それ。ま、こんなもんかしら。どこに向かう？護衛は任せてくれ。そんなもうからないよね。よし。玉結の石が手に入ったから材料はなんとかなったけど、問題は何を作るかだよね。魂って形のない無防備なものだから、それを安全に持って帰らないといけないわけだし、ここで手に入る素材で作れて、それができる形にするとなると、カゴかな。それから玉結の石をプラフタの魂の波長と合わせれば。よーし、大体どんな感じか分かったし、早速作っちゃおう。新しいレシピ出来上がり。どれくらい休む？